こんにちは、ミナノ州直江です。僕たちはボロボロのバンをコーヒースタンドに変えて移動販売をしてコーヒーを売りながら日本一周していくっていう、そういうのが目標のチャンネルです。だからそのね、家庭とか移動販売のやり方とかバンの DIY とかキャンプとか、そういう動画を作っていきます。あとはやりたいことやります。以上です。動画見てってね。はい、こんにちは。今日の企画でいきます。はい、予算1万で大会何今ちょっとだけちょやり直しいですか。予算1万で車体 DIY。 うわうるさっ盛り上げとかないと、今日は何買おうか。とりあえず今日行くのは、まあ、みんな大好きカインズホームということで。みんな大好きなんだねね皆さんに。いや、カインズホームみんな好きじゃん。まあホームセンターみんな好きだよ。みんな好きですよ。こんぐらいでいいんじゃない。そうさっきちょっと後ろ見た時に何も後ろが見えなくてちょっと焦った。ということでカインズホーム行きます。よし。あ、これ。うわあ、ちぇ。はい、ということで戻ってきました。とりあえず僕たちは今ホームセンターで予算1万でね買ってきました。材料買ってきました。予算1万円です。さあ、まあ半分は DIY のメインになるコンパネが、はい、床材の日照するコンパネを買ってきました。でコンパネがだいたい1枚1700円か、1700円ぐらいのコンパネを3枚買ってきたんで、まあ、約5000円と、うん、で残りの半分は正直今後必要になるティッシュとか、うん、常設する用のその雑巾とか、うん、その他もろもろ買って、バケツ買ってティッシュ買って、うん、水買って軍手買って雑巾買ったら終わりました。なんか知んないけど防火用っていうのがあって、おしゃれでしょこれが一番やっぱり安直だよね漢字のタトゥー入れるやつと同じ考え方だよね犠牲やめろなんかでもステッカー貼っておいたらなんとかなるかなみたいな。まあでも逆におしゃれみたいな方をちょっと目指してる方もいいんじゃないですか。どういうこと結局ちょっとよくわかんない。言っといてちょっとよくわかんなかった。もう多分もうラリってるわ今。蚊に刺されてめっちゃ熱すぎて痒いわ、はい、でちょっとね俺熱兵器持ってきたんですよ。はい、この床を剥がしてくれる救世主。はい、今日はこれを使って床を剥がして掃除して一旦終わろうと思います。床を剥がしていきます。チャリ積んでますみたいな雰囲気いいでしょ、なんか、うん、見た目がいい。ということで、じゃあちょっとタカ飲み物買っていくわ。飲み物買ってきます。じゃあ僕はその間にちょっと床剥がし始めます。飲み物買ってきます。飲みも買ってきます。買ってこいよ。やっぱこういう時に俺飲む爽やか系ってさ、これしか知らんのよね。クー、え、懐かしいな。クーしか分かんないっすよ、こういう時に飲む爽やかなやつって。Come with me, give me a light, oh, give me a light, give me a light.
ということでね、今床材を剥がしてこんな感じで、ある程度詰めてね、もう詰めてるって感じですよね。そうですね。おお、虫入ってきた。カナ君が入ってきちゃった。え、でかいじゃん。どこ詰まったそれ。おい、何してんのお前。わあ、つあぶん。はい、皆さんちょうどいい、お疲れ様です。こんな感じですよ。こんにちは。サンダルと白 T を後悔している直江です、まあこんな感じで掃除が終わりました。まあおそらく明日にはこいつを貼り直せるのではないかと見込んでおりますが、明日無理でもまあすぐねこれは貼れるかなと思います。元の板と同じ型で切らせていただいて貼ると、うん、で同じ型で切ったやつをあとは開閉できるようにね、うん、その時間的に分かんないけど今思ったのは、うん、側面多分作るのすげえ難しいから、ここそう、この曲線そこ多分すごい難しいから、うん、一旦ここの真ん中のパーツ切って、うん、ちょうつがいというかその開閉できるようにして、うん、っていうのを一回やるとこぐらいがいいとこなんじゃないかなっていう、やること山積みで、しかもド素人で、うん、バリスタと誰俺誰なんなら学生だもんね。学生だね、うん、バリスタと学生と、まあ、元フィットネストレーナーで僕はがやってる素人の DIY なので多めに見てください、うん、まあそれでもねここでコーヒー入れることを夢見て、うん、頑張ろうと思います。まあ、でも着々と進んでるじゃん。そうですね、着々と。昨日納車だぜ、うん、昨日納車でこんなことやってますからそう、僕行動力とパワープレイで生きてきたんで行動力とパワープレイの塊ですね。行動力とパワープレイで生きてきて、あとはあれです、ね、そこに論理的思考をつければ、うん、あとはもう勝ちですよ。優勝優勝ってことで今日は一旦帰りますか。帰りましょう。はい、この動画は一旦以上になります。この動画がいいと思ったらチャンネルどうした忘れちゃった、チャンネル登録、高評価、コメント等お待ちしてますということです。はい、それじゃあまた次の動画で会いましょう